これは先ほどの写りね、赤いレーダーのあれですね、下島あの空港のね。で実はここが通り池、通り池、これなんだ、休憩場所か、それともなんだろう。いやこれじゃ拡大しすぎたらダメでしょ。座る場所がありますね。ちょっと待ってくださいね、通り池は後で。なんか目視はなかった、墓標みたいなのがあって、目視はそういうのなかったから、読めます、通り池と書いてあるでしょ、上から。これ通り池じゃないけどね、実際はね。もうこれあの地質学的に証明されてるというか、定型文になってる通り、話をすればざっくりと言えばこうなってるんですよ。なんだろうこれ、何色っていうの、紺碧じゃなくて、なんていうの、ほら丸、ある程度これ凸凹ながら丸いんですよね。でねこれね、もっと干潮になったらね、分かりやすいのはこの水面とね、あのあれの方にね、つららのような、昔はつららだったんだろうと、鍾乳石のようなのが、ね、見えるんですよ。今日はこう見える場所がないんですけど、まあ伸縮して、これであの右側にこの池の右側にももう一つ同じ程度のあれがあるんです。まあ電子がいろいろあって、これ言ったらまあ長引くからあれなんですけど、ここはあれなんですね、あの繋がってるんですよね、2つの池がね。それでね、外の海とも繋がって、これ海水なんですよ。なんか小型のサメもいるとか、前あの潜水して調査したらそれが出てきたとか言ってますね。だから私がいたあの30何年前はこんな上等な、まあこの道路自体もなかったし、こういう建物もないし、これもやっぱだから30年ぐらいになるのかな、わっちが多分、東京に行ってからじゃないかな。さっきの池がこれ、ね、これですね、ちょっとこう上からね。で右側のやつがこれ、こっちの方が分かりやすいわ。 あそうだそうだ、つららみたいの見せますから、本当にこれ原始ですよね、原始のね。ほらほら、つららっぽいのがあるでしょ、まだこれ形として白っぽく。これだから昔はね、あの要するに洞窟だったんですよ。で上の部分が肉所崩落して池のようになって、海水がもともと入ってきてるので、これ石灰分でつららのようなのができてるんですね。 あそこね、つららみたいになってるでしょ。だから洞窟だったという証拠なんですよ。上があの崩落したんですよ、薄い部分がドーンと落ちてね。でも結構深いみたいですよ、まあ、何メートルとまで聞いてないですけど、まあこれが大体、もうちょっといくか、ね、なんかその中にするでしょ、あの私が素人ながらも、ほらほら、これはつららのようになってるでしょ。も昔々は本当にこれ洞窟だったんですね。で屋上が落ちて空洞ができて、でもその前から外とはつながってるので、海水があって池のような感じ。でも池は池じゃない、あの部分がつながってると思います。でこういうふうな、やっぱ自然を守るためにこういう設備もしてると思うんですけど、俺上まで行けるかな。ああ結構なんか水面が動いてるから、あれ魚か何かじゃないかな。ざわざわざわとざわついてるから、あれ多分小魚がなんかあの集団で泳いでるんじゃないかな。なんだろう、風かな、わかんないけど、まあこれ以上言ってもあの海岸バタですから、どうせ見るほどのものはない。さすがにこの池に自分から落ちて自殺する人っていうのは噂も聞いたことないから、やっぱり要墓なんで、亡くなる人もこんなところで死にたくないと思うんだろうな、不気味な感じがしたもんな、ここな。ということで本ここの取材は終わり。ああ暑い、汗びっしょりですよ、びっしょり。なんだろうこれ、ビーッと。いや本当にマスク外してやりたいんだけど、時々人様が歩くからまずいかなと思って外せないんですよね。まあそういうことで終わります、この部分ですね。あとは見るのはないんじゃないかな。ではどうも。